こんにちは。即課塾の久保です。今回はですね、手取り14万ではないんですけども、まあ私がね、3つの例を出して、手取り14万ってのがどんな仕事なのか、ちょっとね、みんなで一緒に考えてみようかと思うんですよ。まず私が33歳の時に介護の仕事に入って、4ヶ月目に、まあいただいていた給料。で、これは4ヶ月目にね、その形が決まって、それから十数年、まああまり変わることがなかったんですけども、その給料ちょっと紹介しますね。 えっとまずね、時給が1,200円で毎日8時間やらせてもらってましたですので9,600円ですねこれを月曜日から金曜日までなんで月間で大体20日ということになりますそうするとここだけであと残りの土日が合計8回やるわけですけどもその8回のうち自分が希望して行きたいところに4日だけ行ったんですよ ですんで、だいたい週1の休みっていう計算になりますかね。で、えっ、ー、と、その土日を使って、えー、日当1万2000円を月間で4回しました。ということなんで、これで4万8000円いただいてたんですよね。で、合計すると、だいたい24万円前後が、毎月毎月、介護の、訪問介護をしていていただいたということになります。 まあ病院勤務もあったり通院の援助もあったりとかガソリン代がプラスアルファで出たりとかってもありますので大体24万円以上でですね256万になったのかなってところなんですよねこれが私の33歳で初めて介護の仕事に入って4ヶ月目にいただいた給料もちろん12ヶ月目っていうのは同行って言ってまああの先輩のね 仕事についていってそれを徐々に私の担当にしてもらうってことを繰り返していって、まあ、最初の3ヶ月ってのは使用期間みたいなのを、ね、過ごしたんですけどもまあしっかりとね仕事もさしてもらったしそういう評価もいただきましたし、まあ、利用者さんから受けたんでねそのまんまほとんどの仕事を私に、えー、移していただいて、えー、1日中ね朝6時から夕方6時までぴったり埋まって、まあ、12時間のうちで移動時間もあって実動が8時間っていうことですよね。だから 4時間が休憩時間であったりとか、まあなんかこうね、移動時間であったりみたいな感じですよね。でも本当によくね、私の一日の行動スケジュールを組んでくれたなと思って、当時のサービス提供責任者の方には感謝しかないかなと思いますね。33歳、初心者で24万、まあたい25、6万がいただけたということになります。まあ、ですんで、私がサラリーマン時代の所得とあまり変わんないか、ちょっと上ぐらいかなと思いますよね。 うん、まあだから良かったんじゃないかなと思いますね、私がね、えー、一部上場のお会社に入社したのがまあハローズですよね、ハローズ、最初はね、やっぱり初年度で手取り15万ぐらいでしたからね、14万から15万でしたから、まさに新入社員なら手取り14万、15万はありえるかなと思うんですけども、33歳にして、初めての業界に入って、産 k と言われて、給料が安いと言われて、覚悟していった介護の業界で、大体まあ24、万、25、6万。 っていう感じだったかなと思いますよね。まあ、大体20万円に切ることは自分が希望しなきゃいけなかったですね。例えばあの2週間ぐらい大型の旅行に行きたいんで、ちょっと仕事を開けてくれませんか？って頼まない限りはまあ、コンスタントに毎月。 少なくとも20万を切らないようなねそんな仕事をさせてもらったかなってことですねだから私介護の業界の中でも訪問介護っていうのは結構単価が高いんじゃないかなと思うんですよで訪問介護なんだけども施設介護に入ったり病院勤務があったりとかあとは送り迎え送迎がね、えー、あったり優勝運送っていうのがあったりあとはあの優勝サービスの提供とかもやってましたんでねまあ今お話した給料にプラスアルファでどん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 ,どん積んでいくって形です そんんなな悪くはなかったと思うんですよねだから介護の業界で10年とか20年勤めていて20万円以下の給料ってのは私ちょっと考えにくいなーって思うのとプラスあとはどこで働くかをちゃんと選べばね、うん、適正な報酬ってのはいただけるんじゃないかなと思うんですけども私もあの何て言うんですかね介護の現場実習で行ったところでそこでスカウトっていうかね リクルートを受けててたたたまたまそこにに行ったって感じなんで別に私は探してないしうん就職の面接は受けに行ってはいないんですよ。まあアルバイトっていうかね臨時だったんですけどね。まあでもおかげで臨時がね13年ぐらい続きましたからね。<laughs> なんだかんだで。私としては結構ねあの最終的な職場にしてもいいところだったかなと思います。というところで33歳で初心者でも。 希望しなければね、この仕事がいいんだって思わなければ、14万ってことは私は当たらないんじゃないかなと思うんですよね。で、あとプラスアルファで2つの例をちょっと出していこうかと思います。1つはですね、えー、この8月の末でアルバイトが終わる高校生の見込みの給料で、えー、教えていただいたんですけども、この子はね、飲食店で950円のアルバイト料で働いてるらしいんですよ。で、えっと、ま、あ高校2年生なんで、 去年に引き続いて夏休みのアルバイトは2度目ということらしいですね。で去年の夏休みにバイトを始めて、あとは土日とか連休に入るようにしてで、ちょうど1年目を迎えたらしいです。それで給料がちょびっとだけ上がって、今950円でやらせてもらっていて、毎日6時間、ね、これを平日のお月から金までやってるそうです、えー。今夏休みなんでね、どちらかというと、おウィークで月から金みたいな日があ高校生は使えるんで、 その時間に入ってるらしいですねで夏休みが終わったらまた土日に戻るらしいですけどねそうやってなんか既存のパートさんとか、えー、社員さんの休日を消化させるためにこういうふうに夏休みは平日がすごく助かるって言ってましたね特に朝8時ぐらいからねうん入ってくれるとすごく助かるみたいですねモーニングの時とあとはランチの時をこなしてくれるとでディナーはディナーで結構ね希望者が多いんでうんまあそのまま あのその子は外れても大丈夫みたいですけどね。そういうことも教えてくれました。まあ950円の6日間で、えーあ6日間じゃ、6時間で、これを月間で20日こなして、11万4千円。そして、えー、9千円の土日のいずれか、これを月に2回入ってるそうなんですよ。だから月間で6日だけ完全に何もない日を作って、なんかね、そこで友達と遊んだりするんでしょうね。 でこれ9,000円が2日入るんで1万8,000円なんで合計で13万2,000円が夏休みの給料だそうですって考えると社会人10年20年やっていて手取り14万っていうのはこのアルバイトの夏休みの給料とまあトントンぐらいっていうことになっちゃうんでもうすでに正社員でいる必要ないんじゃないかなって気はしますけどね、うん、で3つ目の例なんですけどこれはねガードマンです年齢が34歳でガードマン3か月目の給料ですガードマンっていうのは 最初に頂い,いた給料初日に頂い,いた給料と大体10年目の給料と別にあまり変わらないんですよ、うん、だからすごくねあの生活リズムとかつかめやすいですし、えー、キャッシュインキャッシュアウトも分かりやすいってことなんですよねこの方は日当8200円でやってるそうですでこれを月間で22日会社のスケジュールに沿って働いてこれが18万飛んで400円というのが大体擬音給だそうなんですよ あとは、希望で土日を出れるらしいですね。希望で、だいたい日曜日は、あの、施設警備が入るらしいんですけどもね。うん、なんかどっかのイベント会場とかね、うん、コンサートホールとかね、あんな感じらしいです。うん。で、ああいうところで、1万800円の日当で2日働いて、合計で20万トンで、えー、2000円ということらしいですね。ガードマンは、やることは単純で、えー、もちろんね、あのー、皆様の、 生命ととか財産を守らないといけないいいけで、えー、ちょっと大変な部分はありますけど神経使うところはありますけども基本的にこうね、あのー、すごくやる気が出やすい職業らしいですよガードマンっていうのは私も、まあ、ガードマン3ヶ月ぐらいやったんですけどもやっぱりね白い手袋で制服を着て帽子をかぶってこう敬礼をする姿っていうのはね見るのも見せるのもなんかねやっていてよかったなと思える瞬間でもありますね。うんそれからやっぱりこう 軽く見られることもありますけども、一定のレベルでやっぱり地域に信頼されてるっていうところで、うーん、なんか、その職に就く意欲っていうのは湧いてきますね。ということでね、今日はね、私の例も込みで3つの例を紹介しました。30代とあと高校生の給料。そうなると、まあ、手取り14万が安いと言えば安いのかもしれませんけども、でもね、まあ、手取り14万は、こう考えてみたら、それ以下の給料っていうのはなかなか狙わないといかないと思うんですよ。 例えば1ヶ月頑張って働いたけども手取りが10万でしたみたいな給料あんまりないと思いますし、それこそね手取り14万の仕事っていうのは多分やりたい仕事なんですよねきっと。やりたいけどもやりたい人が多いんで単価が安くなっちゃったみたいな。だから、あの、高い所得を目指すんだったら20万とか30万目指すんだったら自分の向き不向きとか好き嫌いを抜きにして探せば十分あると思うんですよ。 で、その中で一番バランスが取れてるのは、私は介護じゃないかなと思うんですけどもね、ニーズもあるし、それからだんだんこうシステマティックな体験もできてきて、教育レベルも上がってきましたしね、昔みたいに 3K そのままじゃないですから、今は割と入る人を大切にするような、そんな事業者が残っていってますからね、だからそういうところを選んで入社させてもらえれば、まあ、毎日ね、意欲に満ちて、感謝と喜びに満ちた、そんな仕事ができるんじゃないかなと思います。手取り14万っていうのは、だからね、 どうしてもこの仕事がしたいんだ給料が安くても行くんだって言ったらそうなりますけども、うん、単なる、うん、自分のね生活保障とかを考えるんだったら、まあ、自分の好き嫌いとかなんとかっていうのは後回しにしてまずはあ、ね、給料が20万円前後もらえるところとか人間関係がスムーズなところみたいなねそういうところを選んで就職活動すればいいんじゃないかなと思いますよねな、うん、なんかかどここも貸し込む14万ってことはないですからね。 つまり、選択の問題だってことなんですよ、ね。手取り14万は選択の問題だというふうに、まあタイトル付けさせてもらいますけどもねえ。もしかしたら違う意見もあるかもしれませんけど、私がこう、私の見えてる景色ではね、目指さないと14万っていうのはなかなか逆に取れないんじゃないかなと。うん、どこの仕事についても20万前後はやっぱりね、うん、受け取れるんじゃないかなと思うんですよ。じゃないと、 スタッフさんが長続きしなくって採用コストが逆にたくさんかかっちゃいますからね新しい人を採用するのもすごい大変ですけども新しい人が入ってきて既にいる従業員さんと馴染ませるのも大変なんですよあとはね新しい人が入ってくると教えないといけないんですよねこのコストが結構かかるんでだったら少々高めにでも給料をね20万前後に設定しておいてやめにくい形にした方がベテランは育つのかなっていうふうに私はね 全体論として思いますけどね局所的には違うのかもしれませんけども、うん、まあでもね、えー、手取り14万で不満なんだったらやっぱ選ばないといけないかなと思います手取り14万から副業っていう考え方よりも、うんうん、まずは選ぶだけで20万前後とかね25万前後はあると思いますんで、うん、そのね選ぶスキルですね それをまずは身につけないといけないのかなと思っちゃいましたけども、いかがだったでしょうかね。えー、それではね、テレビ10万について、まあ、別の考察がありましたらまたお聞かせください。では、いってらっしゃい。